नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक जापानी सारंगी वादक से मेरे द्वारा कुछ पूछे गए सवालों के जवाब की रिकॉर्डिंग सुनवाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि इससे आपकी जापानी सुनने की क्षमता में और बेहतरी आए, और आपकी सुविधा के लिए मैंने इसके जापानी, हिंदी और इंग्लिश तीनों के सबटाइटल्स दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Question 1. インドに興味を持つきっかけ。僕が一番インドという国に興味を持ったのは、日本にいる時に友達がインドに旅行へ行っていて、それを勧めてくれたのが一番のきっかけです。でもよく考えてみると、その友達にまあ出会うずっと前に、多分16歳とか17歳の時に、まあ僕はなんかいろんな音楽をまあ好きだったんですけども、その当時兵庫県のあの神戸というところに行って、まあそこにはあるお店があって、そこにはいろんな国の音楽がのまあ CD とかが置いてあったんですけども、そこでまあインド音楽のカセットテープ、 CD もあったんですけど、なんかカセットテープ僕好きだったんで、それを買って結構聞いていました。その当時は内容も何もわからなかったんですけども、なんかすごくいいなと思って聞いていました。まあ今になるとそれはあの南インドのヴィーナという楽器の奏者のまあレコーディングだったんですけども、それをよく聞いていました。Question 2で、初めてインドにいつ来られましたか？その後、インドでどのような活動をされましたか？おそらく僕が初めてインドに行ったのは、2000年かな、2000年ぐらいだったと思います。その時は音楽を習いにというわけではなく、旅行で行きました。でその時にインドを旅行する前にネパールという国も旅行していて、そこでネパールのまああのサーランギという楽器を弾く奏者に会いました。でその出会いが後になって自分が、まあ、インドのサーランギを勉強するきっかけになるんですが、その時まあネパールのサーランギ奏者に会ってます。その後まあ普通に、まあ、ネパールの東の方からまあボーダーを越えてインドに入って、まあダージリンとかコルカタとかパトナーとかワラナシとかを旅行して日本に帰りました。でその後日本に帰って、まあいろいろあってインドの古典音楽を習うことを決めて、2003年にワラナシに行きました。で最初のサランギの先生にインドの古典音楽を習い始めました。その後日本に帰って、まあいろいろな人の、まあ、助けとか、まあ、日本人の人の紹介で、その僕の、まあ、グルジーパンディット・ドゥルバ・ゴーシュさんから、まあ、サーランギー、はい、北インド古典音楽を習うことになって、2005年から、まあ、2017年、まあ、2017年に先生は残念ながらお亡くなりになられたんですが、その年まで、まあ、ずっと先生についてサーランギを習っていました。Question number three。インドのいろんな楽器の中でサーランギを選んだ理由は、先ほどもちょっと話したんですけれども、
最初はネパールを旅行して、そのネパールを旅行してた時にネパールのサランギ奏者に会って仲良くなって、少し弾き方などを教わるようになりました。それで、まあなんとかちょっとの少しは弾けるようになって、それでそのサランギ奏者の方が僕にそのギフトとしてサランギをくれたんですね。それを日本に持ち帰って、まあちょっと練習して、まあなんとなくは弾けるようになって、まあその時に、日本にいる時に日本人でタブラを勉強してる人に会って、まあタブラ奏者なんですけども、でその人に会って、まあ一緒に何かやる、共演をするということになりました。で実際にまあ会って共演をしたんですけれども、やっぱりそのインドの古典音楽のルールとかシステムを全く知らなかったので、すごく難しかったんですね。で、まあそういう難しいし、何もできなかったし、なんかちょっと、これはもっと勉強した方がいいと思って、まあ彼からもちょっとどういうシステムになってるのかをちょっと教えてもらったりとかしてたんですけども、やはり、その、インドに行ってしっかりと古典音楽を勉強しようと思いました。で、どこに行けばいいのかわからなかったので、とりあえずそのいろんな人がインド古典音楽を勉強しているワラナシというとこがあったので、そこに行きました。ネパールのサーランギを持って行ったんですけども、そしてインドについて、インドのサーランギを見たんですけれども、形も弦の数も、そしてチューニングも全く違う楽器ということが分かりました。でもそれでも少しはその演奏方法が似ているので、まあ続けようと思って、その楽器を選んだのが、まあ理由ですね。4番、中川さんのサーランギのグルジーについて教えてほしいです。僕のグルジーは、パンディット・ドルバゴーシュさんという人です。まあ先生は音楽家の家系に生まれて、彼のお父さんは有名なタブラー奏者ですね。で、お兄さん、妹も音楽家です。で、先生は、まあ、2004年に日本に来日された時に僕は初めてお会いすることができました。で、先生はインド古典音楽の分野だけでなくて、まあ、西洋のクラシックの音楽家やその他いろいろな、まあ、伝統音楽の音楽家を含め、現代音楽の音楽家などとも本当に共演されていたりと、とても精力的に音楽活動をされていました。で、先生自身の古典音楽も伝統的な中にすごく新しい表現を取り入れたりとか、楽器を自分の音楽のスタイルに合うように改造したりとか、まあ他の楽器で使われている弓を使うなど、すごくまあ新しい考え方をも持っている人でした。で、僕はまあ2005年からサーランギを先生から本格的に習うことになって、まあ始めたんですけれども、2009年にインド政府から、まあ、ICCR 奨学金というものをいただいて、まあ、そこから1年のほとんどをも
ムンバイというところで先生のもとで勉強しながら過ごすようになりました。で、まあどんな一日だったかというと、まあ朝から本当夜遅くまで先生と一緒にいることが結構多かったです。で、朝先生に、まあ先生の家に朝いつも行くんですけども、その前に電話がかかってきて、まあちょっと野菜など買ってきてって言われて、市場とか、まあ、たまにスーパーとかで野菜などを買っていって持って行ったりして、そこからまあ先生の時間があればレッスンとかがあったりとかして、でまあその後お昼ご飯を食べて、その後音楽学校に行くという、結構そういうのが毎日のパターンでしたね。で、レッスンは先ほど言ったように、先生の家とか、あと先生が教えている音楽学校などで、まあレッスンは受けていました。で、まあ僕と先生の、まあ話す言語は英語と、ベンガル語でしたね。先生はベンガル人です。で、どっちかというと僕はヒンディー語の方がその当時得意だったんですけども、なぜか先生はいつも自分の言葉でやっぱりベンガル語で僕に話しかけてきてくれて、何かすごい近いものをいろいろと感じました。本当にまあよくしていただいて、それでまあ先生はまあもちろんレッスン中はとても厳しいのですが、まあそれ以外は本当に優しくて、いろいろ冗談を言ったりとかしてユーモアもあって、本当に心の広い素晴らしい芸術家であると同時に本当に素晴らしい人間でしたね。なんで僕はその先生、まあグルジーに会うことがなければここまで音楽は続けていなかっただろうと思います。インド古典音楽に出会って中川さんの人生はどういうふうに変わりましたか？まあインド古典音楽に出会ったからまあ変わったというよりも僕の人生があるんですけども、まあインド古典音楽に出会って自分の人生で変わったことは本当にいろいろありすぎて、考えをまとめるのがすごく難しい質問ですが、まあ一つ挙げれるとしたら、まあグルジーから音楽を習う前までは、まあ音楽っていうものって、まあ人間を対象にして、まあ演奏して、まあ聴いている人々に、まあ感動を与えたり楽しませる、まあ人対象の、まあエンターテインメント要素が強い芸術なんだと思っていたんですけれども、まあその先生や、そのインド古典音楽先生、まあインド古典音楽に出会って、まあ音楽っていうのものはなんかそういうエンターテインメントの要素だけではなくて、まあ音を通して自分の中にある、まあ自分の中の深いところにある、まあなんか表現とか、その自分自身を、まあ、どこか音を通してどっか特別な場所へとつなぐための、まあ、手段というか手法だと本当に感じました。なんでインド古典音楽に出会って音楽そのものの、まあ、考え方について、まあ、すごく変わりましたね。6番。インドの若い世代に、インド古典音楽について何かメッセージがあれば教えてほしいです。僕はインド国内のプネーという、まあ、地域が中心になってるんですけども、そこの若い、本当にミュージシャンたちが行っているプロジェクトがあるんですけども、まあ、それは何かというと、まあ、インドの伝統芸能の届きにくい地域や、まあそれを
伝統芸能に触れる機会の、少ない学校や、その他教育機関などに行って、インド、音楽を演奏したり、インド舞踊を、パフォーマンスしたり、あと楽器について話をしたりする機会をいただいて、僕もそのプロジェクトの中で、いろんな学校や、その他、子供がいる、建設現場の中に、作られた、そういう子供がいる施設とかに行って、演奏や話をしてきたのですが、やっぱり皆さん、そうやって演奏をすると、本当に真剣に聞いてくれて、質問もたくさんしてくれたりしました。で、そのようにして、若いインドの音楽家が自分たちの伝統芸能を普及する活動をしていることにすごく感動しました。で、それと僕のように、その日本やその他海外で、生まれ育った人たちもインドの芸術の素晴らしさに触れて、それを習ったり、研究したりパフォーマンスしたりしています。で、そのような素晴らしい芸術なので、ぜひもっと多くの人に知ってもらったり、その芸術を、インドのあの伝統芸能を習ったりする人が、本当にもっともっと増えていけばいいなと思います。Question number 7。インドの好きな食べ物。僕が長く住んでいたところはムンバイなんですけども、ムンバイだと、いろんなスナックがあるんですが、一番食べてたのはやっぱりワダパオとかですよね。バス停とかでお腹空いた時に、つまんで食べてました。本当にストリートフードでどこに行っても売ってるような感じでした。あとは、音楽学校の近くのベルプリとかが美味しかったですね。で、僕は他にそのミサールパオというスナックが好きなんですけども、一回コラプールというところに演奏で行った時に、その演奏会場の人に連れて行ってもらった食堂で食べたミサールパオがすごく美味しかったです。で、インドの、食べ物はほとんど全部好きなんですけれども、インドの食べ物を、食べ始めて味覚が変わったというか、その日本のそういうおかずとかって甘い味付けとかがあるんですけども、それがちょっと苦手になりましたね。食べられなくなりましたね。あと、文化の違いについて。そうですね。ムンバイ、全部ムンバイの話になるんですけども。一番最初にムンバイにある電車に乗った時はちょっとびっくりしましたね。長距離電車とかだとドアがちゃんと閉まるんですけども、ムンバイのメトロじゃない普通の電車はずっとドアが開きっぱなしだったんで、最初はちょっと怖かったですね。特に朝すごく混雑するんですけれども、その電車に乗って、人が多すぎるので、やっぱり乗ってもドア付近に押し出されたりするんですけど、走ってる時も電車の扉は開きっぱなしなんで、捕まるところを探さないといけなかったんで、ちょっと最初は慣れるまでは怖かったです。でも、混雑してない時とかは
逆にそのドア付近から風が入ってきて結構快適だったりします。で、あと本当にいいなと思ったところは、まあ混雑はすごいしてるんですけども、僕よく楽器を持ってたんで、その楽器をその荷物棚の近くにいる人に、まあポンポンと声かけたりとか、まあその手で肩を叩いて、ちょっと上げてくれ、上げてくださいというふうに、まあお願いをすると、みんな嫌な顔することなく、普通にこうポンと荷物棚に上げてくれる。あとはなんか席を結構空いたら、もうここを座れよとか無理やり座らせてくれたりとか、本当にみんな優しいなと思います。もし日本でこのように混雑した中で、まあ荷物棚にちょっとこう上げさせてとかって言ったら、まあどうなるのかなとちょっと思いますね。あとはなんか電車の中なんですけども、これもまあいろんな駅に着くたびに、まあペンとか財布とかをこうカバンの中から出して売っている、まあ行商人というんですか、そういう人がいたりとかして、で一回見て面白かったのが、こうレモンの汁を絞る、レモンを、まあ、の汁を出す機械を売ってる人がいて、まあ、それをこう、紙、その機械をレモンの中に入れて絞ってるんですけども、そこから出たレモンジュースを紙コップに入れて、その人は全部飲んでたんですけど、車両を移動するごとに、毎回レモンの汁を絞るというパフォーマンスをしていたので、一体この人はなんかどれだけこの、レモン汁を飲んでるんだろうっていうのがすごく気になりました。तो अभी तक आपने सुना यूजी नाकागावा सान की बातें, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, आपका सहयोग और समर्थन बना रहे, धन्यवाद।